るんですけども、なんと新シーズンの情報が寝てるうちに来てたんで、ちょっと見ていきたい。こういう日に限ってね、バチコリ12時間睡眠してしまった。バカですね。ということで見ていきたいんですけども、空港ね。ねえ、これ。空港、まさかの海外進出。なんかアメリカン的なステージが出てくると、そういう話か。それかなんかもうこの飛行機の上で戦うみたいな。シージにそういうステージあったからね。いや、あれ。視力検査の時に見るやつ。と飛んで、あ、ここ、ステージや。音ちっちゃいわ。ここステージなんだ。熱。ちょ。今、もう武器あったね、今。はい、見えない。ねえ、スクイックリン？モップリン？モップリン2個出んの？どういうこと？あ、じゃあ、X か？ピコ、もう、めちゃめちゃモップリン優遇されてるのかと思った。で、あんだ。見せなさい。あ、ちょ、見せなさい。52バリアブル？ジムワイパー？なんか、何持ってたお前。52バリアブル。あ、リッターだ。多分リッター。で、羽田空港みたいなところで戦うんだ。へー。面白そう。来た。フレッシュシーズンっていうことで、カジキ空港来た。うおー、なんかいいんじゃない？横に。お、お、ちょ、アンチョビだ、アンチョビのプロプレイあるんだ。熱。え？あ、まだ出んだ、新しい種類の武器。ちょっと待って、これどういう、パージで戦う傘みたいな、そういう感じか。ちょっともう一回見て。パージ早いよな、これ。一瞬でパージじゃない？ほら、もうすぐにパージだから、パージメインで戦うんだろうな。え、なんだと思う？え？復活も早くないこれ。な、傘が壊された瞬間に復活しない？ほら。うわ。じゃ、永遠にパージを回せる傘だ。強そうじゃない？傘壊れた瞬間に、あ、マリオも来てる。火炎 FF。来た。かっこよすぎだろ。え、やば。え、つやって、火炎 FF はさすがにかっこよすぎないか。え、めっちゃいいやん。うわ。長くないしゃって、ケルビンより長い。めっちゃ長いしゃってが。ワンチャンこれあれだな。あの、スライドしたら射程短くなってる的な感じよね。長くて。ほら。スライドしたら射程は短くなるけど、なんか、ちょっとね、あの、射程短くなって連射が高くなるみたいな。で、プロペラも追加と。うわ、熱っ。バリアブル。待って、ノーチラスは？もちろんすね、また来ないの？嘘やん。ドンピコ、闘技場。おお、なんか、ここもいいね。なんか良さそうな汗じゃない。横に広いというか、なんか四角、正方形みたいな感じでいいわ。うわ。え！新スペシャルや、新スペシャル。まだ出んだ、スペシャル。熱っ！なにこれ？なんだこれ？へにょへにょって、あ、違う。フェス限定アイテム、花火玉。スペシャルじゃないんか。なにこれ？え、さすがにやるよな。あ、終わった。チャレンジだけ、チャレンジは来ないよね、多分。オープンだけみたいな。来た、サイドオーダー。サイドオーダー楽しそうなんだよな。うわ。いいね。サイドオーダー、ダメージが出てんのかっこいいな、このレトロの感じ。いつ出んのこれ、サイドオーダー。いつもの蜂みてぇだな。姫いんのにいいね。姫好きだからな。うわ。爽快感いいな。来た。おー、激アツユミということで。2月22。来週じゃん。ちょ、早。え、来週やない。あー、しかも紹介ぞ。ちょっと待って。え、来週じゃん。熱っ、早くね？来た。いや、曲がいい。このなんか質素な感じの。いいですね。早っ。もう来週なんだ。姫と飯田？これ姫と飯田なのか？うわぁ、もう絶対姫やんな。来たー。いや、やりたいよね。これ、第1弾出てからもう1年経ってるからね。ハイカラスクエア。あ、これハイカラスクエアなんだ。この町は住人が消え、これが秩序の世界よね。フェスでね。世界で目覚めたオクトリング8。ヨネズケンシか。姫。うわ、左下の姫かわいい。秩序の塔の最上階を目指すこととなる。
イドオーダーは、いや、いいね、楽しそう。挑戦できる一人専用モード。秩序の塔攻略のポイントは3つ。フロアを選択、カラーチップで強化。来た、カラーチップは見たことあるよ。試練に挑戦。このサイクルを繰り返し、積み重ねることが攻略の鍵となります。なるほどね。まあ、ちょっと見てみないことには分かんないけど、来た、フロアを上げてけ。誰だお前。エレベーターの住人おるやん。ただし1階ずつしか登ることはできません。そしてその、あ、これはよく見るやつね。なんだ、オクトエキスパンションとか見たやつね。難易度やクリア条件が異なります。はいはいはい。フロアのクリア条件、ポータルを壊せ。敵が大量に出現するポータルを、あれね、完結戦みたいな。おお。逃げる敵を倒す。あ、はいはいはい。これもなんかめちゃめちゃ似てるよね、今までのサイドオーダー、サイドオーダーエキスパンションみたいな。ヒーローモードとかね。はいはい。ギャ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 。カラーチップ、350%やばそうやけど。どんだけ多いん。はいはいはい。これ寿司ぐらいね。うおー、ブリ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 って言ってる。ダメージをアップしたり。2倍じゃん。やば。これなんだ、スライド、5回スライドだ。すげえ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 。スライド、楽しそうなんだけど。いや、いいな、こういうカスタマイズできるの。めっちゃ楽しそうじゃん。やば。バカみたいになってる。サメを一緒に吐いて。うわー、おもろいおもろいおもろい。いいな。でかすぎんだろ。すげえ。はい。傘、あ、じゃあ姫が撃ってるのか。はいはいはい。ファンネルも強くできると。めっちゃいい。超楽しそうじゃん。試練に挑戦ね。はい。なんかあれみたいだね、ローグライクみたい。スレイザースピリットみたいな、ローグライク的な感じなんかな、サイドオーダーは。多分そうだよね、これ。いや、もうマリオギャラクシーにありそうな敵。あ、やっぱローグライクだ。いいね、いいね、いいね。やり込み度が、やり込み具合がすごい。来た、真珠。真珠を使えば、はいはい。あー、強化できんだ。はい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 。あ、しかもそれずっとなんだ。あ、じゃあ一応ゴールはあるみたいな感じか。真珠やり、だからあれがヴァンパイアサバイバーみたいな感じで、どんどん自分を強化してやるみたいな、そういう感じね。楽しそう。無限にできるやん。うおー、よく見るやつだ。このギミック。えっ、あ、でも色がでどんどんね、取り戻してね。あ、暗っ。はいはい。うえい。お着地で、はい。黒、黒取れるのかっこよ。なんだ。めちゃめちゃ楽しそうで、草。来週や、来週。何がいいって、この新シーズンが始まる前から、こっちを遊んで、こっちを一週間遊んでから新シーズン遊べるっていう。楽しそうすぎだろ。やばー。ちょっとテンション上がるな。なんで俺昨日寝てたんだよ。ふざけんなよ、マジで。いやー、じゃあ、ということでね。さすがにちょっと、早い。今週過ごせばもうサイドオーダー遊べると、新シーズンもめっちゃ楽しそうだもんね、これ。やばい、これ無限ループできる。カジキ空港ね、ちょっとだけ、見てみようかな。はい。3の、何種類だ8種類か。3つ3つで、あと新武器が2個だから、8種類かな、武器。ノーチラスとか、あと、なんだろう、出てない。ロンカスとか出てないか。うわー、ノーチまだか。お。リッタービーコンか。多分ビーコンだよな。だからこの吸盤誰だ。お、この、お、今吸盤、バリアブルか。多分バリアブルだよな。バリアブル吸盤だ、これ。バリアブル吸盤の、リッタービーコンぐらいか、分かってんのは。まあ、やで、いいっすね。うわ、楽しそうすぎる、新シーズン。
ということでね、サイドオーダー、もう死ぬまでやり込む派の人は高評価、普通にやり込む派の人はグッドボタンお願いします。それではジャノッ。